演舞開演。どうも、本日はじゃなくて本日もこちらの大麦コーンオルバーのスイーツセットの中から最後に残ったこちらの大麦ダグワーズマロンを食べてみたいと思います。他に比べるとちょっと大きいですね。生地も違いますし、違う種類のお菓子ってことなのかな。でも生地の変わった感触は他と変わらないような。おー、ではいただきます。あの苦味は一体、あ、でも栗はちゃんとある。過去に食べた2商品と違ってちょっと表面がサクッとしていましたね。口に入れた瞬間にその音を聞く感じることができました。そして中のマロンは結構強烈な存在感があって栗の甘みを口に入れてくれました。ちょっと苦味がありますね。お酒でも入っているのでしょうか。でも裏にはそんなの書いてませんでしたし、何なんでしょう。それともこれが大麦本来の香ばしさなのでしょうか。よくわからないのでこちらのテストさせていただきました。かげろうがダンスするほど酷暑かな。ギラギラに太陽が照ってるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。